どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回もリンクスラジオということでね、まあちょリンクスラジオ集権が続いておりますね。本日はデュエルリンクスに実装してほしいカードランキングトップ5、こちらをね、独断と偏見によりトップ5ご紹介していきたいと思います。私の独断と偏見しかございませんので、見る方はその点ご了承いただければ幸いでございます。ただの、外役実況者のザレ言と、いうことですが、早速第5位から発表していきましょう。第5位、調律。これなんでないの、調律なんでないの。遊戯王 5Ds のユーセンさんがまあ使う、調律っていう最強カードね、あのシンクロンを持ってきて、あのデッキトップをあの墓地を送るっていう効果なんですけども、これねなんかねスキルであるんですよ、リンクスって。これなんでカードにせえや。レベル40くらいの報酬で来んのかな、あのユーセン君の、あの効果結構、まあ、さっき言ったように単純なんですよね。あのだからまあ別にこんぐらいはあってもいいんじゃねえかなってちょっと思うんだよな。まあ、あのこれからシンクロンがたくさんね実装されて強くなってくるとかだったら、まあちょっとまた話は別になってくるのかもしれませんけれども、今ねなんか1500だか1800だか、なんかライフ減るとなんか2000だっけ、ちょっとあのライフ忘れたけど、なんかライフ減ると使えるスキルなんですよ。であの効果は調律と同じ、シンクロン持ってきてデッキトップ墓直っていう効果。これねカードでよくねえか、こんだけインフレしてる、あのインフレしてる環境で調律ぐらいよこしても俺いいと思うよ、ぶっちゃけ。どう思います皆さん、調律ないんですよリンクス。スキルとかいうわけわからんなんか機能で追加されてるんですよ、あの調律は。おかしいだろ、どうなってんだということで、第5位は調律でございます。続きまして、実装してほしいカード第4位、超電磁タートル。これ欲しいんだよね。わかります超電磁タートルって、まあ、効果説明しとくと、助けるとみたいな感じで、あの墓地から除外すると、バトルフェーズを終了しますよっていう効果です。これ強いんですよ。あの一生に一度の効果なんで、あのデュエル中に一度っていう効果なので、いわゆるね、なので、助けるとのことと一緒で、墓地落ちても、まあ、2体落ちても1体しか効果つかないよっていう効果なんですけども、結構ね、こいつね、あの相性がいいデッキいっぱいあってさ、まあ、要は、あの、ライトロードとかね、あの、墓地を肥やすギミックだったら結構いいし、割と相性がいいし、あとね、これ、光属性のレベル4なんですよ。例えば、あの、カオスソルジャーデッキの挑戦士の砲火とかで落としたりとか、あとはね、あれや、聖戦士のカオスソルジャーとか、とも相性がいいですね。だ結構ね、いろんな使い方ができるし、こんだけワンキル環境なんで、ワンキルめっちゃ流行ってるじゃないですか。だから、タートルとかはね、あってもいいと思うんだよね。カイトロイドとか、まあ、ちょっと若干ヘイト、あの、溜まってる感はあるけども、やっぱそうは言っても、なんか、クソみたいなワンキルされるよりは、やっぱ、少し長引いた方がいいと思うんだよね。駆け引きあった方が、ある程度。だから、俺は、こういう、例えば、超電チャートとか、バトルフェーダーとか、あと、タスケルトン系のモンスターですね。タスケナイトとか、ネクロガーザーとか、ああいうのはね、あってもいいと思う。なお、ネクロバレーがきついっていうのはあるけど、ネクロバレーがきついのはあるけど、あと、墓所封印とね。だからそういうのあるけど、こういうカードはね、あってもいいかなと思ってるんだよね。そう、なんか、ぶっ壊れ級ではないけど、ワンキル環境は阻止できるみたいな。そういうカード、どうでしょうか。ちょっとやりすぎだったらすいませんって感じなんだけども、まあそんな感じでね、私は超電磁タートルが欲しいかなと。結構ライトロードデッキにはね、あの入れてますね僕、あの未だに OCG の方でもあの使ってるんですけど、ライトロード一応ねこのご時世ライトロードデッキ使ってるんだけども、あの結構楽しいです。はい、というわけで第4位は超電磁タートルでございました。続きまして、実装してほしいカード第3位、破壊竜ガンドラギガレイズ。かっこいいわ、こいつかっこいいんすよ。わかります、破壊竜ガンドラクロスでもないし、ガンドラでもないですよ。あのガンドラクロスっていう方が有名なんだよね。あの結構あいつほら、その先行ワンキルできるっていうのでさ、あの映画のカードですよ。あれ有名なんで、あれちなみに禁止なんですよ、あれOCG だと禁止なんで、あれ来ないんですけど一生。けどギガレイズって結構豪快な効果を持っているんですけども、ちょっと効果を先に説明すると、レベル8の、闇属性ドラゴン族モンスター、攻守は0と、このカードは特殊召喚しかできない、通常召喚ができませんよと。
自分の手札かフィールドのモンスター2体を墓地に送ることによって特殊召喚ができますと。だから特殊召喚方法は、まあ、ちょっとコスト重いけど、まあ、そこそこ簡単ですよと。特殊召喚するだけだったね。で、効果ね、めちゃくちゃ豪快で、まずそもそも除外されているカードの数かける300ポイントの打点がアップするっていう、まあ、ダイーザーみたいな効果がついてるんですね。で、効果、カッコ2番の効果がね、3パターンあるんですよ。3パターン。これはね、墓地のガンドラのモンスターの種類によって、適用できる効果が変わりましてですね、1種類。ガンドラが墓地に1種類でもいれば、フィールドのカードを全部破する。全部破壊する。まあ、これはあれですね、全部破ってなんかいたっけ、ブラックローズか。ブラックローズとか、みたいな効果ですかね。自分以外だけど、自分以外のカードを、全部破すると。で、2種類いた場合、まあ、例えば、まあ、墓地にガンドラギガレイズとガンドラが落ちているとかいう場合、で、こいつが着地し成功して効果発動したっていう場合は、ライフポイント半分払うと、自身以外のカードを全て除外できます。強いでしょ全除外するんですよ。自分以外のカードを対象に取るわけでもないし。もうこれめっちゃ強いんだよね。これ使いてえんだけど、なんとね、30以上の効果がもうマジでやばいです。通った場合はね。ちなみに3種類以上っていう効果なんだけども、OCG だと、今破壊竜ガンドラクロスが禁止カードなんで、ガンドラギガレイズの3種類以上の効果は使えません使えません一切、破壊竜ガンドラと、まあ、要はギガレイズしかいないから、ね、まあ、一応3種類いるとリンクスはちなみにまだ1種類しか来てないんで、まあ、ギガレイズが来たとしたら2種類目なんだけども、3種類以上墓地にガンドラモンスターがいるとお互いのフィールド墓地のカードを全部除外します。全てを除外する。強くね。フィールドと墓地全部除外するんだよ。リソース全削りですよ、相手のカードも。バカ強いっていうね、まあ、この効果を使いたいっていうだけなんですけど、私はなんかギガレイズ特殊召喚は結構簡単なんですけども、割と効果を使うのは結構大変なんで、別になんか来てもいいんじゃねえかなってちょっと思ってんですけどね。ガンドラクロスっていうやつ出しちゃうとすぐ先行ワンキルするヤクザが登場するんでダメなんですけども、ギガレイズであったらいいかなと思うんだよな。OCG の方だと結構僕はライトロードとかと組み合わせて使ったりしてましたね。使ったりしてましたねっていうか、まあ、今でも使ってんだけどたまに。白雪とか、フェアリーテイル白雪とか、あと強欲で貪欲なツボ、まあ、ゴードンってやつですね。ゴードンとか、まあ、村雲とか、組み合わせで、まあ、ひたすらにカードを除外して、で、なんか全員、なんかとりあえず並べて1万くらいのやつが4体くらい並んで殴るっていう、クソみてえな、納金デッキをまあ作ってるんですけども、楽しいんですよ。楽しいの。まあ、ワンキル系のデッキですね。高校ワンキル系のデッキ。結構ね、リンクスだと、これ来たとしても、除外手段が多分、ね、結構ないんですよ。だから、例えば、まあ、シュトロムベルクの金の城とか、シュトロムベルクの金の城デッキとかに組み込んだりとか、いう使い方にもしかしたらなるのかな。墓地にガンドラがいないとね、その効果発動できないんでね、ちょっと難しいんですよね。墓地にガンドラを落とすっていうギミックと、除外するっていうギミックを、並立できないといけないんで、まあ、ライトロードが一番いいんですけどね、ライトロードが一番いいんだけど、まあ、そういうのちょっと難しいかなっていう感じ。リンクスに来ても別にそこまで活躍ができるかと言われると微妙。で、まあ、要は、まあ、何が、いいかっていうと、好きだからってことですけど、このモンスターは俺が好きだからっていう意味。単純に。はい。というわけで、第3位は、破壊竜ガンドラギガレイズでございました。かっこいいよね。さあ、そして、実装してほしいカード、第2位。ラーの抑止時、スフィアモード。かっこいいっしょ。スフィアモード、金玉ですね。いわゆる金玉って言われているやつですね。効果先に説明するか。効果は結構簡単で、特殊召喚できなくて通常召喚しかできませんよと。で、3体をリリースすることによって、通常召喚ができます。相手のモンスター3体か、もしくは自分のモンスター3体をリリースしたら、特殊召喚じゃない、通常召喚できると。結構ね、昔だとね、この効果が OCG の方で、サイド制の大会とかだと、割と相手の先行展開、バーって並べられた先行展開とかを、ラータマで止めるように、サイドデッキに入ってたりとかはしたんですけど、今とかだとニビルとかがいるんでね、ちょっと若干作用、落ちてきてるとは思いますけど、この3体をリレースして、相手のフィールドにも特殊召喚、通常召喚できるっていう、まあ、効果が、
まあ、メタレル、まあ、デッキは結構多くて、例えば、まあ、リンクスで使うとしたらラバゴみたいな感じになるんだけど、多分ミスラとかをこう特殊召喚して相手の場にトークンを1個出して、で、3体にしてからリリースしてラー玉出すとか金玉ね出すとか、あとまあたまにほら先行でさ、ブラックフェザーとかさゴリゴリに展開してるんじゃん、3体とか、だからその3体のモンスターをリリースしてはい金玉っていういうなんかことができるんですよ。楽しいでしょ。で、このモンスターは、自分から攻撃することももちろんできないんだけど、まあ、攻守ハテナだからできないっていうのもあるんだけども、相手から攻撃される場合、に攻撃対象になりませんと。で、相手の効果の対象にもなりませんと。だからね、効果耐性が、対象耐性がある自爆心みたいな感じなんですよ。めっちゃ強いんですよ。だから、置いとくだけでいいんですよ。で、自身をリリースすることによって、手札がデッキからラーの抑神竜を召喚条件を無視して特殊召喚できるっていう、だから要はラーに変身できるよっていう、まあ、原作再現の、カードですね。楽しいんですよこれ。ちなみに OCG では最近ウォーさんね、ウォーさんってラーの抑神竜ってさ効果、まあ、OCG に来た時めっちゃ弱くて、こいつはラーではないウォーだって言われてたんですよ。なんですけども最近の宵闇のデュエルス編っていうので介護がすごい来て介護っていう名の、まあ、強化カードがいっぱい来て、やっとねウォーじゃなくてちょっとラーになれる感じになってきてるんですよ。で OCG の方で強化来てる場合って結構リンクスの方にも割と来るパターン結構多くて、最近はリンクス落ちって言われてるんですけど巷ではね。だからそういうまあ流れでラーのなんかその、強化パーツと一緒に来てくんねえかなってちょっと思ってんですよね。ゴッドスライムとか使いてんですよ俺、リンクスで。なのでスフィアモード第2位ぐらいに俺は上げちゃった。ちょっとこれネタカードっちゃネタカードみたいなとこあるから、別に環境にぶっ刺さるとかじゃないから、そんなにあれですよ、強いわけじゃないですからね。はい、というわけで第2位は、ラーの抑神竜スフィアモードでございました。さあそして実装してほしいカード栄えある第1位に輝いたのはマンジュゴット。そろそろいいだろ、そろそろ良くないっすか。俺たちはさいつまでさ千住ソニバでサーチしてるの、儀式を。おかしくない？このインフレ環境で俺たちは儀式デッキを使うといえば千ソニもしくはリチワチーンをいなきゃいけないんですよ。まあ、もしくはスキルでね儀式の準備、儀式の準備じゃないや、儀式の、使い手っていうスキルがあるんで、まあ、そのスキルを使うんですけども、このご時世にさ千ソニとかさスキルで儀式サーチしてるって結構やばくないですか、冷静に考えて。まあ儀式モンスターにぶっ壊れが来ると、まあ、それはそれでちょっとレベルコピーっていう、前は最強のレベルコピーとかレベル上昇っていうスキルがリンクスはあるんで、儀式カードがぶっ壊れるっていう話はあるんですけどもでもそうは言ってもさ、そうは言ってもさまんじゅくらい許していいと思うんだよね俺。どう思います皆さんは。まあ、入る枠が今あるとすれば、まあ、儀式デッキで環境にいるってベンデットくらいなもんだよね。ベンデットとか、まあ、たまに機械天使とか見るぐらいか、もうほぼ見ないけど、とかあと、儀式で言うと、まあ、カオスソルジャーとか、カオスソルジャーとかあの辺に入るかなって感じなんですけども、カオスソルジャーとかも相性がいいですね。マンジュゴットって光属性のレベル4なんで、だからホーガとかで落としやすいですよね、レベル4の光属性って。とかあとまあ、うん、そうだな、まあ天使だっていう意味を込めればやっぱりあれだね、機械天使が結構相性が良かったですよね。うん、まあ、そんな感じで、まあ儀式デッキのサポートがちょっと最近おろそかになっているんじゃないですかコナミさんっていう、まあ警鐘を私は鳴らしたいと思っていますぜひですねこの意見を聞いていただきたい。マンジゴットくれ頼む。今度のパックのメイン UR でマンジゴットぶち込んでいこう。戦争にはもうクビだ。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。完全に私の個人的見解が入ってますんで、その点ご容赦いただきながら、まあ、見ていただければいいのかなと思いますので、また次の、リンクスラジオでお会いしましょう。随時、企画の受付も行っておりますので、よかったらコメント欄かなんかに、書いていってください。それではまた次の動画でバイバイ。